バナナ TV。 ガチガチになっちゃうなと思って言ってなかったんですけど、はい、ロックオブエイジーズっていう、ロックオブエイジーズ、トム・クルーズ主演で映画化されたような、今日、うわっ、超これ何これ、この劇場やべえな、テンション上がるね。ハロー、ハロー、ナイスミーチュー、イエス、皆さん頑張ってね、ちょっと待って、オッケー、オッケー、オーディションだ、オーディション、よいしょー、服も変えて、はい、我々も、はい、サポート軍団も撮影ましたし、はい、福田さんのピンクが、はい、揃って、はい、よかったです、ありがとうございます。この後いよいよ、はい、オーディションを受けていきます。お、いきます。今まで具体的に悪かったのはかなりおかしいなんでガチガチになっちゃうなと思って言ってなかったんですけど、はい、普段ベネチアホテル、はいはいはい、大きいホテルですよね。あそこの中でやってる、はい、ロックオブエイジーズっていう、ロックオブエイジーズっていうショーがありまして、はい、もともとブロードウェイミュージカルで、はい、すごいすごい人気あれで、はい、トム・クルーズ主演で映画化されたような、はい、その舞台を今ミュージカル、ロックミュージカル、ロックミュージカル、はい、はい、を、はい、ベネチアンでやってまして、はい、ロックベイジーっていう、はい、それに挑戦してもらうと。 I wanna rock! I want to rock! Hey yeah! ロックエイジーズにミュージカル、ミュージカル、ロックミュージカルみたいな、ロックミュージカル、やばいね、ミュージカル、1000人以上お客さんが入る規模で、今日、それ今日、マジですごいな、1000人規模のお客さんのところに。何時からですか。オーディションが今16時25分なんですけど、スケジュール上はオーディション16時からだったんです。25分全然もう遅刻しちゃってまして。本番は何時からですか。本番が20時本番が20時はい。おお、でまあオーディションなんで本当に、はい、本当に分かってないんですよ、どうなるか。ああ、ああ、もしかしたら落ちるんじゃね、もう印象悪すぎません、これ遅刻して遅刻していくってやつ。確かに本編出れるかもしれませんし、はい、前座かもしれないし、はい、もっとなんかそういうちょっとお手伝いみたいなことかもしれないし、あ、何もできないかもしれないし、はあ、本当に僕らもまあオーディションですからね、はいはい、もちろんお金取ってる、しかもラスベガスにショーを見に行く人ってのも結構それめがけてきてる。ああ、もうあの空港のでっかいビジョンで流れてたクラスだよ。そうだよね、いろんなホテルの代表的な、それを看板にそのホテルやってるでしょ、はい、出れるわけねえよな、そんなの。いや、でも分かんないです、うん、オーディション受けさせてもらうことは結構まあまあ珍しいことなんですけど。へえ、今から何やんだろう、オーディションって。僕らも本当に分かってないですよ、うん、ロック系のミュージカルですか。そうですね、ロック、アメリカンロックみたいな。そうですね、アメリカンロック。日村さん、相模原ロックならいけるんだけど相模原ロック、うん、そんなもんないし。いや、このピンクってのもなんかあんまロックっぽくねえなと思ってあれ、ヒョウ柄の方にしとけばよかった。ヒョウ柄の方のがまだよかった気がしちゃったなっていう。でも逆にってあります。みんなそっちで来るじゃないですか。逆に、はい、うん、俺以外でもオーディションを受ける人がいるんですか今。今回は特別に。あ、ですよ、俺だけ見てくれるってことですか。はい、その企画の人は理解してた。何やんだろう、オーディションって。歌とか歌うのかな、じゃあダンスとか。ベネチアンでやってるあれなんで。やばいね、そんなすげえやつは飛ばなかったマジで俺どうせふざけた感じかと思ってたの。いや、今回ガチ。さすがベガスだね。はい、ちょっと頼むわ、もうここからは、うん、ここはサポートですからね、我々も。いや、ここはオーディションだからね、まだね、まだ出れるわけじゃないからね。ここでメスコートされたら何なんだ何なんだって話。そうだね、うん、頑張ってよし、はい、リベンジです。 LA の出たほうがいいですね。いや、出たいね、はい、うん、でもこっちには鉄板のさ、うん、銃で撃たれて死ぬまでに長いっていう持ちギャグがあるから。あの持ちギャグがあるんだけどあれで落ちてるからね。いやいや、あれ好感触だったから本当、うん、大丈夫だよ。大丈夫かな、うん、なんかロックになってきてるし、俺もね。まああと日村さんの、うん、なんかチッ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 チみたいなダンスも日村さんよくやってる稽古場で。それが何がロック。なんかこういうツイストっぽい動きに似てるじゃん。チッ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 みたいなやつわかんないけどやってる。でも印象があるんだろうね
何やってんだろうね、じゃあ逆に言うと俺稽古場で。はあ、そんなすごいの用意してくれてるんですか、はい、今回すげえな。もうベガス来てからもいろいろ学んだじゃないですか。スポーツ、野球であそこでグラウンドで投げてるっていうことですね。確かに。お、ベレンちゃん。ああ、これベレンちゃんじゃん。もう着くよ。左がもういよいよ。え？